ライブ。はい。出ましたね。はい。久しぶりのライブ配信。ね。はい、うん。今日はね、なんとなんと、何回目だったっけ？今日は18回目のライブ配信になりますね。はい。もう18回目になりましたね。昨年から始めて。本当ですね。9月だったかな。あ、その頃だったと思います。急に思いついて、またコーナー、いきさつも。ね、うん、でもなんか流れはできてたような感じがしますね。うん、ね。不思議にね。皆さん見てもらえてるかな、ちょっとシェアさせてもらいますね。うんうん、ちょっとシェアをしていただいて、そうですね、はい、私の Facebook のページから、うん。ライブ配信中です。うん、出てるかな？うんうん、ちょっとね、シェアとかをしていただいたら。はい。ちょっとね、タイムラグがあると思うので。そうなんですよね、18回目。で、今年初めてのライブ、この二人でね、やるのは、初めてなんですけど、はい。初詣でね。あ、ね、ライブ配信したんですけどね。ちょっと放送事故的な、怪しげな。そうなんですよ。電、は、波、い、が悪くてね。ね、謎のような。謎の配信。あ、でもまたどこかに行けたらいいですね。うんうん、コロナがちょっと落ち着いて。うんうん、はい。はい、どうでしょうね。あれ、私、どうなんだろう。見れましたか？音声とか届いてた。あ、なんか入ってるようなですね。何人か見てくださってるようなイメージですよ。どうだろう、うん。私もシェアできましたか？あ、今映ってますね、シェア、うん。シェアもしていただけたようですね。はい、はい、させてもらいました。ね、皆さん、もしね、聞こえてって、画像も届いてましたら、見えてますよとか、はい、コメントいただけると、嬉しい。励みになります、ね、はい。よろしくお願いします。超いいねとか押していただけると、ハートマークが飛んできて、テンションも上がりますので。はい、はいはい、本当によろしくお願いします。ね、よろしくお願いします、うん。あと、シェアもしていただけたら、お友達のね、もう見ていただけるかもしれないので、はい、今日も素敵なゲストもね、お呼びしていますので。はい。はい、はいぜひぜひ楽しみにしてほしいですね。うん、はい。はいじゃあね、そろそろ始めたい。はい、あ、前回はね、はい、17回目、花と代わりのアトリエ、はい、ローズエンジェルさんね、田村愛子さんに来ていただいて、はい、はい、波動の話とか、ね、うんうん、ね、チャクラカラーによるアロマ選びとかね、すごくさせてもらって、よかったですね。その後私、作りに行ったんですよ。すごいです。すごいです。もう作りに行ったんですよ。もうやっぱりね、全然違います。気持ちが。香りってね、そうでしょうね。すぐ脳に届いてくるので、うん、テンションも上がってね、素敵なことがどんどん起きてますよ。じゃあ、私も行く約束してるんですけれど、なんかちょっと流れちゃってまた約束し直しです。こんな感じで。いいなぁ。ね、いいですよ。もうちょっとテンション上げるために塗っときます。香りが届かないのがちょっとね、はい、残念。どんな香り作られたのか楽しみですね。また聞かせてください、はいうん。はい。じゃあね、そろそろちょっと始めていきましょうかね。うん、あんなら、さっきの言葉を言いますか？じゃあね、いつもの。はい。はい。では、ミカと、イコの、幸せ、未来計画イェーイ今日が18回目、ライブ配信です、はい。はい。では、自己紹介からね。はい。私は一級建築士の占い師、占い講座、講師、ムーミ PDH アカデミーのミカです。イェーイ。はい。スピーチャルサロン、ルアナの店のスピーチャルカウンセラーのイコです。よろしくお願いします。はい。では、この番組は、はい。はい。一番目、ゲストを迎えして、はい、教えていただいたスキルを実践、検証していく。はい。2番ですね。はい。2番。私たちとゲストの方、視聴者の皆様のご縁を広げていく。イェーイ。どんどん広がってます。はい。はい。3つ目。私たちの気づきやメッセージをシェアする。
はい、こんな番組でーす。今日もね、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、ね、今日19回目。19回目の、ね、はい、はい、あ、18回目ですよ。今日は18回目。今日は18回目。はい。はい。18回目のゲストは、うん、はい、アートとヨガの楽園、喫茶子、はい、スカットリンダさんをお迎えしています。では、ちょっと、呼んでみましょうか。はい。せーの。リンダさん、皆さん、スカッとしてますか？はい、スカッとしてまーす。イェーイ。いやー、楽しいです。あ、ち消えちゃった。ごめんなさい。ちょっと、いろんな事故はあります。あれ、違う。リンダさん。はい、改めまして、はい、スカッとリンダさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあちょっとリンダさんから少し自己紹介をお願いします。はい。はい。アートとヨガの楽園喫茶子という、ギャラリーカフェやヨガスタジオのヨガ道場の複合施設を、オープンしております。スカットリンダと言います。で、このアートとヨガの楽園喫茶子はですね、岡山県美咲町の、とっても山奥にあります。大羽賀西棚田という、日本棚田百選の美しい棚田のある、大羽賀というとっても山奥のくねくね行ったところに、旧保育園だったんですけど、元保育園だったところを、今ここをね、スタジオにさせていただいてます。なるほど。はい、ね。ではね、よろしくお願いします。はい、私も行かせてもらいましたけど、素敵な場所ですね、うん。元気もらえる場所ですね。ね、後ろに映ってるのがその場所ですか、喫茶子さんですか？後ろにバス。ギャラリーカフェもしております。うん、私と夫の落書きっていうのも、絵描きなんです。で、主に私たち二人の作品を展示しているカフェなんですけど、今冬はね、結構でお休みしてるんですけど、普段、4月から1月いっぱいまでは毎週土曜日に、ね、後ろに映る。あ、すいません、私、ちょっと。すいません。すいません。ちょっと待ってください。なんか音が。すいません。はい。大丈夫です。ライブなんです。すいません。もう一遍ちょっと、毎週土曜、なんか言われてましたね。はい、もう一遍言ってもらっていいですか、はいはい、皆さん。うん。はい、4月から11月いっぱいまでの、その、あったかい時期だけ、毎週土曜日、ここで、ギャラリーカフェとして、オープンしておりまして、ヨガは、年中やっております。で、ここを、まあ、拠点として、三崎町内の、お寺さんとか、公民館とか、あとは津山、倉敷でもね、コースをさせていただいています。はーい、すごい。素晴らしい。今年、雪は積もりました？今年はね、寒い割には、ちょっとすら積もるぐらいで、雪の線で近けられないほどではないですね。ただ寒い。ちょっとね、服を脱いでいきますよね、いつも。でも、めちゃくちゃ景色のいいところね、もう、すごいですよね、はい。棚田もね、すごい見晴らしがいいというか。穏やかな。季節のいい時は、棚田を見ながらヨガをしたり、山を登って、景色のいいところでヨガしたり、結構ね、外でのコースもやってますね。リトリートとかもね。すごい、外でって、すごい開放的でいいですね。すごいです。もう、リンダさんのヨガ、ね、ズームの方でもさせてもらってたときに、何度かさせてもらったことがあったけど、すごくなんか、宇宙と大地を感じるようなヨガですよね。なんか波動を感じるような。そうですね。私がお教えしているダヤプティヨガというね、そのヨガなんですけども、インドネシアで、700年ほど前から伝えられている、インドネシアでアレンジされているヨガなんですね。で、その特徴というのが、自分はこの一輪の花のような存在であるという、思い出して、一輪の花のような尊い美しい存在の私たちに思い出して生き、そして大自然との一体感、宇宙との一体感を感じていくヨガです。すごいですよね。一人しか日本ではいらっしゃらないということで、このダヤパティヨガは。
ね、素晴らしいです。まあ、あの私がそうそう、あのインドネシアのバリ島に先生がおられるんですけど、うん、日本人でなんかあんまり来ない、あんまり来ないみたいというか、知られてないんですよ、あんまり。で、スイスとドイツとロシアと、あとそのインドネシアではコースが、先生がいてコースがあるんですけど、日本では、うん、しないって何でか分かんないですけど、私だけですね。うん、リンダさんは、インドネシアでどこで習われたんですか？あ、バリ島です。バリ島。バリ島で、たまたま、まあ、ややこしい話なんですけど、私、10年前にここに移住してきまして、うん、それまでフランス、パリにいたんですよ。それはアート、フランスのパリ。フランスのパリで。フランスのパリで10年間、まあ、夫とアーティストとして活動、展覧会行ったり、うん、まあ、パフォーマンスしたりしていたんですが、うんうん、ある時に、まあ、あるきっかけで、まあ、ヨガを習い出して、それはパリの近所の、まあ、たまたまあったスタジオで習い始めた。うん。やっていくうちに、まあ、ハマっていって、で、もっと、まあ、いろんなコースを、まあ、受け、その時はね、渡り歩いてたんです。いろんな先生に受けて。たまたま、旅行で、まあ、バリ島に行っていたっていう友達と一緒に、まあ、旅行で行った時に、バリ島のヨガスタジオ、すごいおしゃれなヨガスタジオがいっぱい増え始めている時期だったんですよ。で、オープンエアの、花が咲きみたいな綺麗な、ね、スタジオ結構あったんですよ。で、いろいろ見てたんですけど、まあ、あんまりこう、わーって、この、ロケーションはいいんですけど、そんなにすごいわーって、まだなっていなかったんですが、あることを聞く、あ、そうそう。先生がね、ほとんど西洋人の先生だったんですよ、私が最初に。西洋人ばっかりだった。で、なんかね、西洋人、まあ、偏見かもしれないですけど、結構体育会系な、こうちょっとし、なんか運動っていう感じのよく、その時多くて、まあ、たまたま。で、たまたま、現地の先生、のことを、エッセイ書いている日本人の女性がいて、その私の先生、タイプティの先生のことを書いている人がいて、そのエッセイを見て結構感動して、すごく、神秘的な、流行りのスタジオ、おしゃれスタジオじゃない、すごい、ジャングルの奥みたいなところに行ったところで受けた体験を読んで、その人に、私もこの先生を紹介してもらえますかって言って、問い合わせたら紹介してもらって、聞いて、そしたらもうその大学の授業が、すごいやっぱ感銘を受けて、それでもう、まあ、一週間ぐらいその時ずっと通って受けて、で、そこから、半年に一回とか、しばらく、長期、行ったらでも長期で、もう、飲まず飲んで、マンツーマンで、お世話になって。すごい。なぜか、たまたま、あまり大勢の人たちも、そう先生言われていて、どんどん教えたみたいなんですけど。リンダさん、ね、ヨガ、ダイアプティヨガ、ね、フランスのアーティスト活動をしてて、ですよね。それからですよね。もともとはアーティストですよね。今は、今もアーティストですもんね。私はね。今もアーティスト。きっかけはいろいろあるんですけど、まあ、私、もともとすごい不摂生なんで、夜中に、飲みながら、ワイン飲みながら、夜中に教えを書いたりとかして、運動しないみたいな生活で、このままと早死にするなって思ったのもあるんですけど、パリはこう、まあ、パーティー、もうパーティー三昧なんですよ、毎日。あ、すごい。で、このままだと、体がボロボロになるっていうのを、ね、じっとして絵を描いてるじゃないですか。それもきっかけだったんですけど、それ以上に、やっぱりパリ、で、その時は2008年で言うと、5、6年経って、で、こう、だんだんこう、行き詰まっていた時期なんです、自分のアートに対して。ああ、実際、学べるじゃないですか、はい。そうだね、ストイックだしね。そう、変わりたいなって、なんか最初行った時はもう、やる気もあれ書いてたけど、だんだん自分の作品がこう嫌になってきたり、変わりたいなって時期だったんですよ。で、その時にパリでもちょっとヨガが流行り出していて、友達がいいよって言って、すごいあるよっていうふうに言ってた友達で、その自分の精神状態を変えたら、作品も変わるんじゃないかなと思ったのが一番大きなきっかけですね。だからまあ、アートのためにヨガをやったっていう。
え、じゃあもうヨガをやることでアートにもちょっと変化が出てきましたか？うん、どうですか？変化出てきましたね、やっぱりね。まず見てですよね。もうヨガ2年、2、3年くらいなので。長い年やっぱり変わってきましたよね。そう、まあ、やっぱりパリで、その、楽しいばかりじゃなくて、こう、辛い思いをして書いたりとか、それになってきちゃったんですよ。やっぱり、まあ、辛くなってしまうんですよね。で、売れる、売れない。パリではやっぱり。ああ、そっか。もうだってアーティストがね、もう目指していくところですもんね。もう絶対成功したいってね。パリってね。力を入れずに書けるようになりました。なんか、やっぱり一回力を入れてやってたんですよ。そうか、何でも一緒ですね。最終的には力を抜かないといいものができないっていう。そうですね。それありますね。あ、なんかちょっとコメントがね、コメントをくださってる方がいらっしゃるので。はい。ありがとうございます。あ、後藤優子さんですね。こんにちは。ありがとうございます。後藤優子さんは、ライブ配信もされてて、ベジフルチャンネルっていうロースイーツを作られている方なんですけども、すごい面白い番組で、またぜひ見て、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、次ね、原田真由美さん。私今のこういうライブ配信とかのスクールで動画をね、水越先生のもとで習ってるんですけども、その同期で、原田真由美さん、英語のコーチなんですね。そうなんですけど、今日12時、お昼からですかね、ライブ配信、プレ配信2回目をされるそうなので。はい、あ、そうなんですね。スカットリンダさんのポーズが素敵。あ、そう、元気もらいますよね。で、あれね、すごい見るだけで楽しくなりますもんね。ウキウキしてきますね。それで、あ、新婚旅行がバリ島でした。マッサージ三昧な時間を過ごして癒された思い出があります。インドネシアのヨガあったの知りませんでした。ね、マッサージもいいですけどね。すごい。本当にね。いやでもこの、すごいですよね。このヨガはでもね、なんか誰でも与えられないって言われてましたもんね、師匠さんが。リンダさん。ね、あ、選ばれた人に伝授するということで。のダイアプティヨガですか？ね、ダイアプティヨガ。気分屋というか、気が乗らないとやらないみたいな感じ。そこですか？あと、先生に、そのダイアプティの先生にすごい惹かれた理由の一つが、先生はアーティストなんですよ。で、自分はアーティストだと、まあ、ヨギというよりは自分はアーティストなんだと。で、もともとインドネシアの、ジャワ島で生まれ育って、で、バリ島のウドという、まあ、アーティストが多い、なんですけど、そこに、まあ、移住して、まあ、アーティストとして活動するために移住してきたんです、先生もね、大学に。で、だから絵も描くし、舞台もやるし、してるし、なんかそのアーティストとしての活動、アートの作品もすごい素晴らしいと。すごい精力的に活動しながら大学の師匠として、インドネシアの皇室でもの専属の講師なんです。すごい。すごいですね。あとは、毎年スイスで、うん。とか、してるんですけど、そのなんか精力的な姿が、アートも本当に多岐にわたる、まあ、音楽もやるんですよ。うんへえ、長く音楽がね、あるんですけど、先生がね、構成して、その、もともとその音楽っていうのも、700年前からずっと、口頭、くれんって言うんですか、口頭で、伝えられてきた音楽なんですよ。へえ、すごい。バンド編成して、CD に録音して、先生がされて、今はそれをかけながらね、ヨガしたりもすることがあって、けど、舞台もするっていう、そういうところ、その作品もそうし、その精力的な、すごいエネルギッシュな、その生き様、そういうのにも惹かれてます。面白いのが、それまでの私のヨガの印象って、やっぱり、先生って、ま、ストイックな、スレンダーな、ある。食事とかもね。で、食事とかも気をつけて、ポーズも、みたいな印象があったんですけど、その先生は太ってるんですよ、まず。で、ポーズも、
うん、あの片足立ってるのすごいグラグラしてるんですよ。なんかあのいちいち前屈、ズボンの紐緩めて前屈したりするんですよ。うん、で最初なんか、うん、大丈夫かなと思って初めて、うん、って思ったんですよ。うん、でピッチとかもなんかってなってるし。うん大丈夫なんかなって最初思ったんですけど、こんなことをこう凌駕する、すごいこう、うん、オーラというか、エネルギーみたいなのを感じてやったのは、うん、この初めて肉眼で、その先生から発する、うんうん、エネルギーみたいなのを肉眼で、うん、もうなんかはっきり見たんですよ、私。普段そう見えるタイプ。もうなんかすごいですね。はっきり見えて、なんか、でも、完全にこう、普段はなんかぼーっとして、なんかどこ、うんうんあの美味しいとか、うん、そういう話ばっかりしてるんですけど、うんうんうん、あの、ホームが始まると、すごいこう別人の、うん、もうなんか、ライオンみたいな感じの、なんか人間っぽくない。すごいですね。何のような神様なのか、鬼なのか、ライオンなのかみたいな。あ人間化なんかじゃあ、このふんわりとした、この、いでたちの中に持ってるものが、すごいものが見えたんですね。私から見たら、リンダさんもね、ものすごいエネルギーを持ってて、初めて見たときに、まあ、この人ただものじゃないって思いましたけどね、すごい。確かに確かに。もうパワーが、ね、パワフルな感じがすごく、ね、存在感ありありで。うん、あの人のような、自分はちっちゃい、先生、山みたいな存在だったんですよ。あ、なるほどね。大きいおじさんで一人、ね、うん、あの言ってくださって、うん、で、ずっとアートで行き詰まっていた時期、うん、花になればいいんだって、アートを開いた感じがしましたね。なるほどね。じゃもう人生を変えるきっかけになったっていうことですね。その、もうメンターとの出会いということですよね。うん。はい。私が考えているヨガのに対する概念がこう覆された。その時は若かった。こう、はい、ナイスバディになりたい、ポーズがすげえ足がここに上がりたいと思って。ちなみに、おいくつの時にヨガは始めたんですか？27です。27歳。7歳ね。はい、うんうんうん。じゃあ、それから、あ、まあ今何年って言ったらあれですけど。ヨガを始めたのは15年で、教えてからは13年。え教えてから、はい、え 13? 13年。だからヨガをやり始めて、うん、2年して講師になったんですよ。へぇー。じゃあもう教え始めてからもう13年経つということですね。はい、うん。まあ、最初に入ってたんですよ。最初。あ、なるほど、なるほど。それでね、なんか、まあ、ヨガをね、始めたきっかけは、ちょっと今、こう、アートに、ちょっと悩んでてっていう時もあって、いいタイミングで先生に出会った。始めるつもりはなかったけど、いつの間にかやってたっていう感じですかね。すごいですね。全然なかったんですよ。もちろん。うん、でも先生がなんか、君は、出会ったその日ぐらい、うん、君はいつか日本人を教えるだろう、みたいな予定みたいな。すごいね。先生に教えてみたら、みたいな。何時間受けたら、200時間、500時間受けたら免許を受けるとかシステムじゃなくて、先生の決まってできたみたいな感じなんで。なるほど。じゃあ今のリンダさんの活動としては、お仕事ですよね。いろいろされてると思うんですけども、なんかどういう方に向けて、どんな形でお仕事、なんかサービスを提供されてるんですか？ヨガは、大学ヨガは、まず、地域の人たちにも、ずっと、ここの10年前移住してて、すぐ、教室始めて、地域の人たちずっと続けて、毎週来てくださってる方もおられたりとか、そういう地域の人向けっていうか、公民館で教えていたり、うちでのコースは、やっぱりもうちょっと、掘り下げて、スピリチュアルな、内面を変えていくっていうことに結構、いいコース。スピリチュアルコースのようなものもやってますね。まあ、青森なんで、まあ、わざわざああいうとこに、こういうとこに来て、でも、来てくださったら嬉しいし、この、この、小羽賀という村
のエネルギーがやっぱりすごいって感じてます、ゆずめたんですけど。うん。しながら受けてもらうと、すごい変わっていくんじゃないかなと 思ってますので。来てくださる方は本当に縁がある方だった方なんですね。じゃあ、皆さん来られて、そこで、ヨガ、リンダさんのヨガを体験されると、どんな風になっていかれますか？うん。来られた方の。うん。どんな風に、内観、自分のことを、こう、内観できるようになっていくんじゃないかなと思います。うんうん、あ、なるほどね。うん。感情で、まあ、イライラしたり、うん、いろんな感情が湧いてる感情は、怒りとかあったりですか、うん。そういうの、ね、やっぱ出した、あまりこう、溜めるのも良くないし、出したらいい。うん、でも、その出し、怒りとかそういう感情を、激しい感情を出していても、こう、うん、それをこう俯瞰できるようになればいいっていうね、うん。スカールじゃないですか。簡単なことじゃないじゃないですか。頭に力を持っていく。そうですね。でも、ヨガを通して、大事なことは、まず自分の体を観察するんですよ。すごく難しい、かっこいいポーズをやらなきゃいけないとか、うん、体が硬いからできないっていうイメージあると思うんですが、全然それは本当に違って、自分をこういかに観察するかっていうのが大事なんですよ。例えば、こういうふうにこう、あ、ここ伸びてるなとか、そういう、こんなとこって普段、脇腹ってほとんど普段伸ばしたことないなとか。伸ばさない。もうやっただけで痛い。確かに。ちょっとここ軽くなったなとか、それが内観なんですよ。難しいことに。で、ちょっと余裕にしたて、ああ、ここちょっと、効いてたなとか、終わった後に、あ、ちょっとなんか、急、自分浅いんだなとかって気づく、それが内観なんですけど、そうやってヨガを通じて、こう自分をゆっくり観察すると普段なかなか日常できないんで、自分の体の状態を観察するのに慣れていくと、そういう気持ち、心の状態、精神の状態をこう観察できるようになっていくんですよ。なので、自分をこう冷静に見れるように、いい悪いとかっていうより、冷静に観察するようになれていく。なるほど。じゃあもういい悪いじゃなくて、自分の状態をまず把握できるようになるって大事ですよね。確かにね。っていうのがどんなに大事かって、やっぱどんどん分かって、じゃあまあ自分の体をこう感じることができるようになって、あ、痛みすら分からなくなってるじゃないですか。もう当たり前になってもカチコチに、もう当たり前だからそれが普通だったりとか。そんな今こういうことを考えていたら、こうしたらいいんじゃないかなっていうのが自分でこう分かるように、人に聞かなくて、自分で分かるようになってなかなかそういう時間も出ないもんね。だけどそういう時間持った方がいいんだよね。オーナーさん特に持ってくださいって言われてましたもんね。リンダさん。持ってください。オーナーさん、こういう時間持ってくださいって。リンダさん言われてたじゃないですか。特にやっぱり体を。ですか、オーナーさん、なんか自分で何かされてる方。皆さん、愛子さんしてくださいって。うん。ヒーラーのことされてる、ヒーラーさんとか、セラピストさんとか、偏見だと思うんですけど、なんか運動しないのかなというか、なかなかできない。本当、私。でもね、わかります。うん。なんか心のことやってると、やっぱり体ってすごい肉体大事だから、めちゃくちゃ体とか動かしたいとか、やっぱり、裸足で歩きたいとか、すごいそういうのは思いますよ。なんかそこがバランスが取れないと、なんかいいことできない気はします。そう本当にね、大地とちょっとつながるような感じでね。ね。肉体大事です。あ、ちょっとまたコメントをね、いただいてるので。はい。はい。はい。そうなんですね。あ、竹内誠一さん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。リンダさん、おはようございます。竹内さんもすごいんですよ。はい、番組とかたくさんされてて、ライブ配信もすごいされてるんですよ。おお、すごい素敵な方で。ありがとうございます。うん、嬉しいですね。ありがとうございます。なんかね、確かフラメンコとかもされてた。すごい。すごい熱いんですよ。もうね、赤いバラが似合うみたいな。本当ですね。なんか素敵な感じ。そうなんですよ。うん、心のこともね、されてたり。はい、それから。あ、ヨネアさんですね。ありがとうございます。いつも可愛いミカさん、おはようさん。ありがとうございます。本当にね。統計学で、なんだったっけ、
エクセルで統計学を教える先生で、あと、私たちが教えていただいている、ね、動画の専門家の水越先生のサポートでもついてくださっても、本当に、AI みたいにすぐ何でも答えてくれるっていう、すごい頭のいい方なんですよ。いつもお世話になってます。お世話になります。ありがとうございます。質問したらすぐ答えが出るみたいな、全部ね、検索じゃなくてすぐもう、パーッと書いてくれたり。そうそう、AI みたいな。あ、すごい。すごいな。田村と。あ、で、寝遅れました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。もう全然、ね、もうこれから楽しんでくださいね。ね、はい。ありがとうございます。うん。もう嬉しいですね。こうやってコメントもいただけてね。本当に。はい。ありがたいです。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、そのヨガの話も聞いて、でもどんなものなのって、うん、ね。気になるじゃないですか。さあ、ヨガもしてもらってですね。うん、はい。うんうん、でもそろそろ、なんか作品も見たいような気がするけど、後ろの方の。作品も見たい。ちょっとね、先に。作品も見たい。さっきのフランスのアーティスト活動もね、ちょっと気になってたんですけど、はい、うん、どんなアートをね、されてるのか、ちょっと、はい。今ね、どんなものを。ている、オレンジの丸は、あれは木星です。え、星ですね。はい。天体。あ、木星ね。あ、すごい。すごい、うん。気がしました、うんうんうん。木星のエネルギー感じる。うん、そうそう。フランスではね、うん、結構、星シリーズをずっと書いておりまして。うん、で、あ、星ね。なんか、うんうん、なんでかってそんなに、なんか書きたいからだけど、うんうんうん、で、パフォーマンスもしていましたね。なんかね、フランスは結構路上パフォーマンスしたりとか、うんうん、人の誕生日会、ちょっとお金持ちの人の誕生日会と呼ばれてやパフォーマンスしたりとか、今はですね、大体夫の落書きと、もう一人なんかモデルを呼んで3人でやるんですけど、うんうんまあ、モデルこう、ほぼ裸になってくれるようなモデル、男でも女でもいい。うん、読んで、うんうん、もう私、格闘技もやっていたんで、こう戦いのシーンから、ね。そうだ、そうだ、リンダさん、そうだった。格闘技もされてるんですね。うん、プロレス格闘技プロレスプロレスじゃないです。格闘技ね。フードって言うんですけど。うん。はい、え、その、スカットリンダっていう、のスカットリンダっていう名前って、その格闘技の時の名前、はい、そうなんです。そうなんですね。もしデビューして、リングネームがスカットリンダにしようと思って決めたんですけど、うんうん、でも、デビューしなかったんですよね。しなかったんです。途中でヨガ講師になってしまったんで、うん。まあ、下手だからと思うんですけど、怪我が多いんですよ、そう、で、怪我をして、コースね、うん、で差し障るんで。うん、でまあでも、こっちの道だったんでしょうね。ねえ、うん。やれるんですね。でもそのリングネームが今使われてるっていうのがすごいじゃないですか。すごいです。アーティストの使ってみちゃいます。ねえ。なんか、絵本もね、出されて。そう、うん、星が好きで、まあ、その後ずっと鳥を描いたりとか、うん、まあ、自分の本を描いていったんですが、うん、この、最近この、去年の秋に、うん、出版したアマンジャクというね、本を出版いたしました。うん、夫の落書きとのコラボ作品なんですけども、うん、でも、ね、この、ちょっと待ってくださいね。こういう、まあ、星のシーンとかがね。うん、すごい素敵です。うん、私も持ってる、うん。うん。あ、持ってるんですね。あ、消えちゃった。すごい素敵。あ、うん、うん、うん。ここにも。はい、私も持ってる。私も持ってるから持ってこようと思ったら、2階に持って上がってた。それは、何ね、アマゾンとかでも買えたりするんですか？これはね、私の、うちの、アートとヨガの喫茶庫のサイトから、ネットで、ネット販売、カード決済。じゃあ、喫茶庫さんのところのホームページに行ったら、そこで買えるんですね。はい。あとは、まあ、他にも貸してもらってとかありますけど、まあ、ネットで買うのが、うちに買いに来てもらうのが早い。ああ、そうだ。いや、でもね、ここの、喫茶庫さんのギャラリー見たいです。本当に、天井までアートさせてる。そう。すごい。すごい。わ、素敵、素敵、素敵。すごい。うん、うわ、
ね、いやもうね、なんかこれ見るだけでもすごくエネルギーもらえそうだし、うん、いや何よりリンダさんがもうすごい元気で明るいから、うん、もう本当にスカッとする。ねえ。ご主人も龍の、龍の絵描かれてるしね。ご主人も落書きね。ね、うん、もうパワフル。ね。ご主人も落書きさんでね。龍の絵を描かれてるもんね。ねえ、うんうん。またちょっとコメントくださってますよ。うん。あ、すごい素敵。すごい、すごい。うん、うん、うん。ね、ミカさん、イコさん、リンゴ、あ、リンダさん、素敵って、ね、ありがとうございます。はい。もうあの、うんうん。あ、格闘技、リングネーム由来なんですね。ヨガ、アート、格闘技。絵本も出されたり、多彩すぎます。うん、本当多彩ですよね。リンダさんは本当に、私その格闘技の話聞いた時もびっくりして、え？みたいな。ねえ、そう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 、そのね、リングネームね、本当に。リンダさん、あ、なんか、また、あー、竜もすごいですよね、ご主人の。行ってみましょうね。また、みんな連れて行かなきゃいけない、そこ。本当ですね。竜もね、ご主人の絵が、ね。すごいよね、そうそうそう。そうそう、また。ねえ、ねえ、もう。じゃあ、ちょっと、うん。ちょっとこの絵本の話も、うん、いいです、うん。はい。時間があれですか？どうぞ、大丈夫です。大丈夫です。このね、アマンジャクっていうのは、アマノジャクっていう、アマノジャクって言ったことあるんですか、はい、うん。あります、あります。ありますよ、はい。人の言うことは反対のことばっかり。うん、うん、うん、うん。人の言うことは反対のことばっかり。鬼の子供みたいなイメージなんですけど、うんうんうん、それがま、方言でアマンジャクと、ね、この土地では呼んでいて、うん、で、そのアマンジャクがこう星を取ろうとして、ね、岩を、で、星を取ろうとして、空にある星を取ろうとして、村人たちをこう驚かしてやろうって、ね、星ね、岩を積んでいくんですよ。で、結局、こう、星が掴もうとしたときに、もう、岩がね、ガラガラっと崩れ落ちて、掴めずに落ちちゃったっていう話なんですよ。星を掴もうとするっていう、話を。で、落ちちゃってどうなったっていう、何もわからないんですよ。その想像を読む人の想像っていうのは、めでたし、めでたしじゃない話なんですけど。で、っていう、崩れた今が今も。起こっているんです。アマンジャクの重ね岩って言って、そのゴロゴロ、巨大な岩がね、巨石が残ってるんですけど。うん。そうそう。で、まあ、そういう話が気に入って、ずっと演劇を、今までもね、アマンジャクをテーマに演劇をしたりとか、いろんなパフォーマンスしたりとか、ずっと追いかけてるんです、アマンジャク。なるほどね。これフランス、このフランスで、ね、ちょっと映りが、ね、見えにくいけど。アマンジャクを広めようと。うん、あ、いろんなところで。うん、うん、うん。なんかちょっと止まっちゃってます。うん。あれ、うんうん、私アマンジャク、アマノジャクって日本のもの？こんな感じでね、ちょっとまあ、アマンジャクでね、やってきました。うんうんうん、この地域のお話ですよね。この三崎町の方の。ね、リンダさん。天の尺っていうのが、はい、天の尺っていうか、その、大羽の方の地域のこの言い伝えみたいな、その岩っていうのもあるんですか、その岩。あるんですよ。見れます、うん、ね。山のてっぺん、また千年杉っていうすごい、すごい千年杉がある地域に、うんうん、このすごい巨大な岩ゴロゴロしているのがありまして、うん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 、うん、すごい、それもね、見応えあります。すごい、すごいか、本当、杉もすごい大きいもんね。杉もすごい大きいし、すごいですね。いや、面白いっていうね、うん、話も、うん、ね、興味ありますよね、うん、絶対、うん、実際にその話聞いたらやっぱ見てみたいし、自分でもなんかこう、うん、何か感じてみたいって思います。絵本もすごくね、リンダさんの世界が広がってて、独特なんですよね、見てるとね。その絵本も見たい見たい。私まだ見てないから。うん。じゃあぜひ。じゃあ私も買います。
うん、でも本当に、うん、感じがします。でもこの三崎町に、あ、長くなってはいけない。でも、三崎町を愛されてる感じがする。三崎というかね、この地域を、うん、すごく愛されてる。大葉が愛されてるじゃないですか、うん。ここに住まれたっていうのは何かきっかけってあるのかなって思って。うん。うん、大葉がに。大葉を選んだきっかけも。パリの、パリの、うん、あ、大丈夫ですか？ちょっと音が。はい。大丈夫ですか？うんうん、あの、もともとパリ時代の、あの、アーティストのところの実家が、うん、この、三崎町の大芳賀の隣の中芳賀ってとこにあって、そこに遊びに行ったのがきっかけで。なら、ご縁があった土地だったんだ。画面がね、ちょっと、うん、どうしよう、ちょっと、なんか、ちょっと一旦、大丈夫かな？追加。あれ？もうダメかな？はい、あ、ちょっとは、リンダさん、リンダさん、なんか通信があれかな？なら、もともとご縁があった土地だったんですね、リンダさん。ん？ん？聞こえます、うん、ね、はい、あ、はい、あ、戻ってきた。うん、戻ってきました。はい。はい。よかった。はい。もともとご縁があった土地だったんですね。うん。聞こえた？ごめん、アップになった。遊びに来たときに、友達を訪ねて遊びに来たときに、この土地がすごい気に入って、それで維持を決めましたね。で、あの、決め手になったのが、やっぱその千年杉の周辺の、うん、やっぱりすごいパワーを感じたんですよ。うん、なるほどね。あの、バリ島の雰囲気にも似てたんですよ。あ、バリ島の雰囲気にもね。シダムがある。うん、なるほどね。またぜひ行かなきゃいけませんね、ミカさん、ね、ツアーを組んで行きましょうね。行きます。はい、春になるし、ね、はい、だからそろそろおねだりですか。そうですね、はい、はい、じゃあミカのおねだりタイムでよろしい、これね、ミカのおねだりタイムでは、あの、視聴者様も一緒に体験できることをちょっと何か、はい、あの、させていただこうっていうことなんですけど、リンダさん今日は何か体験させていただけますか？はい。はい。あのね、まずね、はい、あの、うん、まあ、時間があったら、ポーズと、あと呼吸法もやりたいんですけど、あ、このポーズ、はい、ポーズというか、動きは、あの、うんうんうん、まあ、その名も、グッドボードと言います。うん。聞こえました？え、何ですか？もう一回言ってください。何なんていう。その名も、ぐにょぐにょ体操。言います。ぐにょぐにょ体操。ぐにょぐにょ体操。ぐにょぐにょ体操ね。ぐるむね。ぐるむ。ぐにょぐにょ体操ね。はい。ぐにょぐにょ体操。はい。ぐにょ。はい。この、もう、で、この動きを、朝、うん、もう、ま、これね、できたら毎日やってもらいたいんですけど、超簡単で覚えられるんで。うん、で、はい、1分とか2分やるだけで、もういろんな効果がある。うん、で、うんうん、体を、血行が良くなる、肩こりとか腰痛の、肩の痛みなどもほぐれる、精神的にも心のブロック解除になる、そして、あの、続けたら、ずっと続けたら、絶対波動が上がる。おー。いいですね。はい。はい。楽しみになりました。お願いします。はい。じゃあ、どんな感じで。うん。立てた方がいいですか？リンダさん。止まっちゃった！リンダさん！リンダさんが、リンダさんがちょっと固まって。リンダさん、固まった！リンダさん、立てた方がいいかな？リンダさん、一回、もしあれだったら、あの、出て入ってもらったら。はい。ちょっとね、今。ね、今。ああ、オッケーです。はい。戻ってました。はい、戻ってこられました。うん、はい、大丈夫です。立てた方がいいかな、はい、立てる、はい。あ、立てる、立てた方がいいですか？あ、聞こえない、ちょっと。一回、え、どうしよう。リンダさん、通信悪かったら一回出てもう一回入っ、聞こえますか？はい。じゃあ、始めたいと、はい、はい、思います。はい。はいはい。で、はい。じゃあ、やりましょう、まずね。はい。やりましょう。立っていても座っていてもいいです。
はい、あ、立っていても座っていてもいい。じゃあ私は座ってやります。じゃあ、いこさんは立って。はい。はい、はい、うん。じゃあ皆さんもね、ちょっと一緒にやってみましょう。はい。はい、じゃあまずはね。はい。はい。で、グラウディングします。グラウディング。座っていてもいいので。はい。いいですか？はい。はい。では、はい。空から、はい。体のど真ん中。ど真ん中。ど真ん中に。はい。大地。これと、一本の軸止まる柱が通っています。この柱は、光の柱です。この下腹、お腹あたりが眩しく暖かく光っているとイメージです。力を抜いて、ただ体をぐにょぐにょさせるだけです。自分がタコやイカのようにぐにょぐにょするだけです。一緒にやりましょう。ぐにょー。あ、タコやイカのようにもうなんかとにかくぐにょぐにょぐにょ。おお。なんか肩カチコチなんだけど。私腰にくるんですけど、すいません、腰が悪くて。すいません。まあどんな風な動きでもいいわけですよね。ぐにょぐにょにします。ぐにゃぐにゃで、どんな動きでも、手もこう、手もこうやってるのね、ズンダさん。手もこう、足もこう。皆さんもぐにょぐにょ、ぐにょぐにょ体操、ね。ぐにょぐにょ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 。リラックス。立ってやりたい、これ、やっぱり。面白い。面白い。ね、立ってやりたい、ちょっと。うわ。これね、ちょっと見えなくなっ見える見える、うん、あ、ちょっと中腰でやってますうわうわ、ちょっとカメラから消えちゃう。はい、はい、あ、ぐにょぐにょね、皆さんも、あ、うん、まずはこういう感じでぐにょぐにょしたらいい。うんうん面白くなってくる途切れ途切れ途切れ。いや、すごい楽しくなってくる気持ちがね、ね、なんかね、うん、ここは、うん、なんか途切れてる、うんうん、これも好きな、うん、口で、うん、ぐにょん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 って。ここから見た人は何してんだろうと思う。ぐにょぐにょ体操してます。はい、ぐにょぐにょ体操してます。はい、これ立っても座ってもできます。できます。すごい。ありがとうございます。楽しかったです。面白い。うん、すごい、ね。これだったらいつでもできる。自分のペースでね。こう見てたらすごい途切れ途切れ。うん。でも、でもあれみたい。TikTok みたいになってる。ほんまだね。楽しかったです。あ、でもこれ自由にぐにょ、ぐにょん、ぐにょんって言いながらやるのがいいんですね。はい。いいんだね。はぁ。あの、そうだね。うん、もう何も考えずにね。あ、なるほど。何も考えずに。あぁ。うん、で、これ多分、ね、多分、誰も見てないところでやってれば、なんか、いや、もっと自由に、なんかこれ見られてると思ったら嫌かもしれないけど。一回見られましたけど。これ、ここだけでやれば、みんな誰も見てない。でも、たグランディングしてからするのがいいんですよね。やっぱグランディングしてから。うん。はい、そうですね。あの、私の YouTube チャンネルでも、このぐにょぐにょ体操だけやってるやつがありますんで、まあ、もしよかったら、スカットリンダで、はい、してもらったら、はい、ね、ただぐにょぐにょしてるだけの映像が。はい、あの、お三方の動きが前々だわ。そうなんです。楽しかったです。そう。やってる方も。顔までぐにょぐにょしました。気持ちいい。ああ、うん、うん。いや、ほんと、これね、ポイントは、ぐにょん、ぐにょんっていうか、うん。言葉にするのもいいですね。なんかで。ねえ。ねえ、はい。
楽しかったです。で、そうそう、本当に先にグランディングするっていう、こうね、のがいい、グラグラしなくていい感じがします。お腹にね、なんか力も。で、こう持って、これでね。うん、うん。また、レッさんの YouTube も貼り付けるから、ね。あ、そうですね。一日に、あ、見ていて元気が出ました。ありがとうございます。朝起きて、まだ目覚めもね、悪い時なんかに、ちょっとぐにょんぐにょんとか言ったらいい。したらいいですね。ね。ね。仕事始める前とか。うん、うん、うん。あ、いや、ちょっとまだ未来計画聞いてないから、また入ってきてくれ。まだよ、入ってきてよ、入ってきてよ、って感じですね。うん、はい。いやいや、でも本当にね、この大丈夫。あったかくなる。あったか、あ、来た。体もあったかくなるし。あったかくなるし。うん。リラックスできなかったですか？すごい。なんか、うん、楽しかった。なんか自然に笑えるみたいな。笑える。いや、これ人に見せるもんじゃないけど、多分私たち笑われてるからね。そうだね。見せてしまいました。もう本当に。まあいいや、うん。リーナさん帰ってきた。うん、楽しかったです。うん、そう、リーナさん楽しかった。ね、はい。まあ、また YouTube にも貼り付けるんじゃないかと思うので、はい、なんかね、うん。で、リンダさん最後に幸せ未来計画、リンダさんのこれから夢、教えてください。はい、じゃあリンダさんの、はい、未来計画を教えてください。あ、そうですね。はい。はい、ね、みんながアーティストなので、もう何か表現したり、うん。筆を持てばみんなアーティストなんで、うん、みんなでいろんなこと表現していける世の中になったらいいですね。みんながアーティスト、うん、ね、特別な人だけがアーティストじゃないよって、もう筆を持ったらみんな自由に表現して、うん、うーん、素敵。素敵ですね。はい、あと、うん、体はないですね。体も。うん、内観。内観。うん。うん、うん、うん、することも大事。うん。すごい。はい、自分の体を観察することで、心も観察することができます。ああ、うん、体を観察して、心も観察することができる。確かに、つながってますもんね。体も心もね。じゃあ、毎日こう、体をね、動かすことで、あれ、ちょっとなんか違うなっていうのも、わかるようになりますね。さあ、それはあります。呼吸とか特に分かりやすいかもしれませんね。うんうん、そうね、呼吸もね、本当に、じゃあ、リンダさん。うん。ね、なんか、ズームでもリンダさんのヨガ体験できるんですよね。あ、そうだ。うん。リンダさんのヨガは、毎週、はい、水曜日の8時から。8時？ズームは毎週水曜日。うん、8時から。それ以外に、リアルのコースは、ま、いろいろ、再生していただいたら、ブログなんかを見ていただいたら、ね、なんかどこにおられる方も今日ね、多分リンダさん見て、いや、すごい面白いなと思った方、たくさんいらっしゃると思うんですよ。うん、まずはね、なんか行くのもね、遠いな、どうなんだろうって思った時に、一回ね、ズームで、体験できるんですよね。ね。そう、ズームで、水曜の夜8時からもやってますのでね、はい、また、ぜひ、一緒に参加したい人は言ってください。もう全国をつながれますね。ね。はい。リンダさんパワーを。うん。一番、ここの土地に来てもらってたら嬉しく思います。やっぱすごい、あ、そうですね。大羽賀のそこの土地に一番行っていただくと、やっぱりもうそこのエネルギーが違うからね。やっぱり全然違いますね。この空間も違いますもんね。うん、この絵の空間も違うし、うん。そうですね。ね、大きな杉の木もすごく魅力的だしね。うん、ね、うん、じゃあ行きましょう。はい、では送りましょう。はい。じゃあリンダさん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、リンダさん、ちょっと待ってくださいね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いやー、今日楽しかったですね。はい。朝からパワーをもらいましたって感じですね。いや、もうリンダさんとお話ししてる、見てるだけで、いや、見てるだけで言ってたら失礼だけど。うん、元気もらうんですよね。いつも元気もらいます。うんうん、ねえ。ほら、もう見てた方もね、ちょっと行きたいって。ああ、ぜひぜひね。さあ、行きましょうね。行きましょう。ぜひぜひ。
いや、絶対みんな行きたいと思う。うん、本当に。リーダさんにも会いたいと思う。実際に絶対会った方が。うん、うん、うん、全然もうまだまだ違う、身近なパワーは。そう、でもすごくね、あの、アーティストでもあるんだけど、もう本当に楽しいし、なんか自分を素直に表現しているっていう感じでね。うんうん、なかなかこういうのはダメとか、自分でこうじゃないとダメって思いがちだけど、いや、そうじゃないよ、その、今のいい言葉をね。皆さん、筆を持ったら皆さんがアーティスト。うん、そう。すごい。で、また一輪の花の話も良かったですね。ね、みんな花を咲かせば。もう自分の花を咲かせば。花をね、咲かせましょう。うん、なんかいいメッセージいただきましたね、今日もね。たくさんね、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。ございました。はい、次回は、次回のゲストさんは、はい、第19回目のゲストさん。はい。星と数、シナリオリーディング、河本はるみさんですね。はい、ちょうどね、配信が2月、これはもう録画になるんですけども、2月12日の金曜日、はい、新月なんですね。このはるみさんね、星読みされる方なんですけども、はい、この時も、新月からのメッセージとかね、あと、何でしたっけ、サビアンシンボル。サビアンシンボルからのね、うん、皆さんにもメッセージをお伝えしてくださってるので、うんうん、楽しみなので、ぜひ2月12日の新月、この日に見るのがいいです。この日の、あの星を見て、月を見て、あのメッセージくださってるんですね。はい。そうですね。新月の時にね。うん、はい。この2月12日の新月に合わせたメッセージですので、ぜひ、金曜日にね、はい、見てください。うん、2月12日です。はい。はい。では楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしたら、うん、リーダーさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい。ね、楽しかったですね。じゃあ、ね、はい。皆さんがハッピーデイズでありますように。応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントもありがとうございました。ありがとうございました。コメントもご視聴もありがとうございました。